英語の簡単な暗記を配りますので、明日またテストでやってみましょうね。暗記を覚えてきてくださいね。社会と英語配りますから、先に社会配ります。はい。これによって回答のところをですね、暗記の回答のところをマーカーで塗っていきましょう。いきますよ。明治時代に結成された政党のうち、自由党を作った人物は板垣退助、立憲改進党が大隈重信。はい、自由党と板垣退助、立憲改進党と大隈重信をマーカーで塗ってください。日本第一次世界大戦中、ドイツが持つ、シャントン省の権益などを求めて21か条の要求を示した。これに対して中国の主権を侵すものとしたとして、中国内で保守運動と呼ばれる反日運動が起こったですね。ただしですよ、皆さん、21か条の要求って何年でしたか？第一次世界大戦何年からですか？1914でしょ。その次の年だったよ、21か条、ね、1915と書いておいてください。21か条、保守運動はいつでしたか？1919ですね。何だったっけ、あれ、ベルサイユ条約がね、締結された第一次世界大戦が終わった時です。なんかこの書き方からすぐ近いようなイメージですけど、何年か経ってます。4年ぐらい経ってます。明治時代の1990年、外務大臣の陸奥宗光と読みます。陸奥宗光は、イギリスと日英通商航海条約を結び、これにより、領事裁判権と書いてあるけど、上に治外法権とも書いてある。どちらでもいいので、自分の覚えやすい方で覚えておきましょう。どっちで出るか分からんときあるんですよね。適当な両方知っておった方がいいと思いますけどね。治外法権、領事裁判権の撤廃に成功したということです。ですかね。1990年って何があった年ですか？1990年マーカーで見てください。何があった年？反応が薄いよ、反応が。日清戦争じゃないですか、ね、上に日清戦争と連れてきましょう。多分ですけど、ちょっと調べないかんですけど、日清戦争に勝ったから撤廃できたんじゃない？あんなでかい国に勝ったんやからということで、とりあえずね、日本が世界的に認められたんじゃないですか。下に見られちゃったき、そういう不平等条約が結ばれちゃったわけやん。結局。ね、不平等なら。はい、じゃあその次です。大正時代、民本主義が主張されたの、全国的に自由主義の風潮が高まった、これを大正デモクラシーという。ね。はい、吉野作造をマーカーしてくださいね。まあ、過去の中はとにかくマーカーで見ましょう。普通選挙によって国民の意向を政治に反映させる民本主義を主張しました。民本主義を主張しました。1925年、2つの法律が成立した。普通選挙法。ね。はい、1925年。昨日も出ましたね。どれだけ大事な年号かということです。よく試験出るんですよ。1925年。普通選挙法。まず25歳以上の男子に選挙権を与える。治安維持法。共産主義に対する取り締まりを強化したもの。共産主義と社会主義、基本的に一緒です。上に社会主義と書いてください。共産主義の上。どっちでも書いてあるときあるんですね。共産主義、社会主義。1932年、日本は満州国を建国したが、満州国は認められなかったので、
1933年、日本は国際連盟から脱退した。ここら辺は年号をしっかり覚えておいてください。日本が勝手に満州国を作ったんですけど、それが国際連盟で認められなかったんで、で、脱退したんですね。国際連盟から脱退しました。その後1956年、日ソ共同宣言が承認され、日本はすべての国交を回復した。これ、時代が全く違うんでね、気をつけてくださいよ。1956年は、終戦が第二次世界大戦の1945年だから、それから約11年ぐらい経ったんですね。で、ソ連との国交を回復したということになって、国際連合に加盟しました。なぜかというと、ソ連が常任理事国でしょ？常任理事国は一国でも反対したらダメだよね。ここはなんかすごいよね。国際連合ちょっとそれでいいかなと思うんですけど。大国5つあって、そのうちの1カ国でも反対したら、拒否権っていうのがありますからね。常任理事国は。はい、1923年9月1日、関東大震災が起こり、東京、横浜を中心とする地域は壊滅状態になった。1938年、政府が産業経済など全てにわたって戦争に動員できる権限を持つ国家総動員法。1938年と国家総動員法をとにかく年号にシビアになってください。しっかり覚えていきましょう。1972年、沖縄が日本に返還されたが、復帰後も多くのアメリカ軍基地が残された。1973年、第4次、中東戦争をきっかけに石油価格が上昇した石油危機、オイルショックが起きましたね。1951年、サンフランシスコ平和条約では、日本は千島列島とポーツマス条約で得たカラフトの一部に対する全ての権利を放棄するよう要求された、ね、はい。またサンフランシスコ平和条約に調印しなかった国を、次から選びなさいというわけですが、中国ですね。下に書いてあります。共産主義の東側陣営、これ、資本主義の西側陣営と共産主義の東側陣営ですね。二つに分かれてました。冷戦と言われる頃ですけど、侵略したアジアの国の多くは調印しなかったとですね。共産主義関係の、国が調印しなかったということです。1989年、東西ドイツの対立の象徴であったベルリンの壁が崩壊した。その後1991年、ソ連が解体し、ロシア連邦やウクライナなどが独立した。今期の国別生産割合を見ると、第一位は中国であるという生産量割合というところもあったんですけど、生産量ですから輸出量ではありません。この前からね、ちょっと言ってましたが、中国は当然、大国、ね、国の面積も広いし、人口も多いので、作るのは作るんですけど、みんなで食べてしまいますので、外に出せませんね。国内で消費してしまいます。はい、EU に加盟してない国を次から選びなさいということですが、恐ろしいことにイギリスもこの中に入りそうなんですね。今、まだ正式に脱退はしてないんですよね、確か。脱退表明をして手続き中です。そんな手続き時間かかるんですかね。脱退しますと、あ、そうですか、終わりよね。さっさと出ていけばいいんだよね、あいつもね。俺は気に入ってないですけど。ドイツとフランスが一生懸命頑張ってるのにイギリスでポイつけたんですよ。はい。トランプさんと同じようなもう、ね、自分の国だけが良ければいいですね。それが嫌ですね、本当に。はい。じゃあ、その次行きましょう。ですね、ヨーロッパにあるアルプス山脈はもちろんアルプスはヒマラヤ造山帯に含まれまして、含まれますところがその主人公ですよね、主役ですよね。
乾燥帯の特徴は降水量が少ないことであるんですね。砂漠地方の年降水量が50ミリとかありますか？生きていけんでしょうね。コンバインが2日で600ってしつこいですけど、2日で600。1年間で50とかやったらね。そんなところまず住もうと思う人がいること自体がちょっとね、どんだけこう、M かですね。M の性格してですね。自分をいじめ抜いて喜んで、水がね、とか言って。死にますよね、ほんと。ブラジルの公用語はポルトガル語である、まあ、ポルトガルの植民地だったんですかね。ブラジルやペルーなど、南アメリカには日本から多くの移民が渡り、現在でも多くの日系人が暮らしている。もう日系三世になったんじゃないかなと思いますけどね。はい、裏行きましょう。県庁所在地名の平賀川朝日県は埼玉県の埼玉市ですね。ここを含めて、県名と県庁所在地が違うのが18ある。18。はい、県庁所在地名が漢字1で表される県は三重県の津市である。三重県の津です。答えのところマーカーで塗っていってますか？大丈夫ですか？いいですか？北九州工業地帯は1960年代以降、エネルギー源が石炭から石油に変わるエネルギー革命を進むと、鉄鋼生産量が減少し、地位は低下していった。だから、北九州工業地域になってしまったんですね。工業地帯でも。東北地方では、津軽塗りや会津塗りなどの工芸品が、府の伝統工芸品に指定されています。はい、中部地方の伝統産業には、おじや、ちぢみや、加賀友禅などがありますね。はい、その縮みと友禅のところも赤で塗っといてください。近畿地方にある京都では、西陣織や京友禅などが伝統的工芸品として受け継がれている。明治時代の新政府は、特定の藩の出身地で構成されていたため、藩閥政治と呼ばれていた。もちろんどこかというと、薩摩長州ですね。はい。はい、中心であった公家と薩摩長州こそ肥前の農藩出身が実権を握った。薩摩が鹿児島県、長州が、山口県、土佐が高知県。ね。肥前がよくわかりません。肥前肥後ってありますか？1883年、政府は近代的な軍隊を作るため、満20歳以上の男子に兵役を義務付ける徴兵令を出しました。この頃生まれてよかったね。徴兵令とか行きたくないよね。自分から自衛官になりたいと志願する人はいいですよ。みんながね、やらない感じだったらね、ほんと逃げ出したくないですよね。女子はいいんですよ、女子の皆さん。女子の皆さん、そこは素晴らしいですね。女子は許されてますから、徴兵でないですからね。はい。素晴らしい。はい。1877年、明治新政府に不満を持つ士族らが武力放棄し、西郷隆盛を中心に伊勢名戦争を起こした。これ、明治10年です。明治10年と書いてください。なぜかというと、皆さん、大政奉還は何年だったでしょう？薄い、何年で何回も言うと、ね、1867年、書いてください、1867年、大政奉還。ということは、1877年って10年経っちゃうでしょ？明治10年って分かるでしょ？ですね。明治は何年続いたって皆さんにいつも教えてますか？明治は45年。ね。大正が15年。
昭和が64年が平成元年でしたね。昭和天皇が一番長生きでした。はい、というわけで、第二次世界大戦後1945年、GHQ、連合王国軍総司令部、連合国軍総司令部による農地改革、はい、マーカーで言ってください、農地改革。はい、地主が損したんですけどね、補足人に土地が安く売り渡され、農村が民主化された。ね、はい、それにより自作農は増え、補作農は減少していったということになります。農地改革でした。1929年、アメリカのニューヨーク株式市場の株価が大暴落し、世界恐慌が起こった。この恐慌に対し、イギリスとフランスは植民地の貿易を拡大し、外国製品を締め出すようなブロック経済、はい、イギリスとフランスをマーカーで言ってくださいね。という経済政策を取った。近年、日本の企業が中国に工場や店舗などを進出させている理由は、労働力人口が多くですね。安い賃金で労働力を確保できるからである。国民の所得が増え、豊かな市場での消費が見込めるからであるというね。その13億人が消費してやしたら、買い物とかしてやしたら相当売れるよね。はい、ということでした。じゃあ、これをベースに社会もね、テスト問題をちょっとやっていきたいと思いますので、アンキプリントは社会と英語をね、ちょっと覚えてきておいてほしいんですよ。ですね。もう用意しちゃったんですけどね。面白いな、なんで？いい、しとくと思う。
はい、お待たせしました。もうその前にもう一回呼吸してきた。はい、お願いします。はい、元々回ったわけでしてください。それから、英語の時は特に書いて覚えてほしいので、ノートもお願いします。ノートを開けてくださいね。ですかね。ノートも用意しましょう。先週からずっと忙しくてとても疲れている感じがします。 I've been busy since last week. I've は I have の短縮形ですね。 I've been busy since last week. So I feel very tired、ね、ずっと忙しかったので疲れを感じていますということなんですけど、なんで being かという話もよくしますね。busy って形容詞なので、形容詞の前には be 動詞がいるんですよって話。 I'm busy、 これが現在完了になって I have been busy、 ずっと忙しいですね。ここのこれ I'm be 動詞をね、短縮形でこいつがここに B になってきてると、過去分詞になってきてるという話をしましたね。はい、しっかり勉強してください。しっかり勉強しましょう。はい、じゃあその次です。それは良くないね、お気の毒にと訳はしてある時もあります。 That's bad、それは悪すぎますよみたいな感じですね。お気の毒に。That's bad。もっと寝た方がいいですよ。You should sleep more。シュートランナーすべき。ランナーした方がいいということになります。どの自転車があなたのですか ?Which bike is yours? もし後ろにバイクが格好の後ろにあったら Your bike になりますね。格好がなかったらあなたのもの、あなたの自転車ということになります。That red one is, that red one is. 次、彼に何をあげましょうか ?What shall we give him?What shall we give him? 彼に何をあげましょうか ?How about a music CD?How about, ね、何なのどうですかということですね。出世してますか、ゆったりしてますか、ちゃんと教えてますか。はい、あなたの宿題終わりましたか。 Have you finished your homework yet? Have you finished your homework yet? 現在完了で疑問文で yet を使うと、もうって訳をしましたね。 No, not yet。 はい、否定文だとまだって訳になりますね。同じ yet でも、もうしましたか、いえまだしていませんということになります。ちょっと学校の宿題だいたい片付いてきてますかね。半分以上終わってる人、半分以上宿題、おあれ大丈夫かな、手分けの人です。待ってくださいよ、お盆が過ぎたら早いですよ、ね、できるだけお盆休みで蹴りつけませんか。それからあとは試験の勉強で専念できるようにしましょうね。
何のため早く終わるかっていうと、勉強するためにね、試験勉強集中するために。でも、近くで練習して点取りに行きますよ。いらっしゃいませ。May I help you? それは箸を置くために使われます。It is used to put. はい、to put が置くためにっていうことです。Chopsticks、これが箸ですね。聞いたことある人いるかもしれない。Chopstick、箸。この食べる箸。彼らはあなたから箸置きをもらえば喜ぶでしょう。They will be glad if they get a 箸置き from you. 箸置き分かりますね。直接テーブルに箸置いたらね、ちょっとバイキンがついたりして汚いイメージもあるよね。ちょっと浮かしてますよね、箸置きね。注意してください。私はその名前が分かりませんでした。I didn't know the name.この前日曜日、朝食を私の姉が作りました。Breakfast was made by my sister last Sunday. 朝食は姉によって作られた。姉は朝食を作った。朝食は姉によって作られた。last Sunday. ですね。私は一度も外国へ行ったことがありません。I've never been to.ですね。Never been to a foreign country. ですか ?Foreign country, ちょっと練習してください。外国です。Foreign と発音します。Foreign country. ここに入ったらね、もう絶対覚えとかないかんだよね、すべての単語ね。はい、じゃあその次行きましょう。Mr. Tanaka, our music teacher.was reading the music score 楽譜です譜面 on his desk when I went into the room このルームは、まあ、先生がおっしゃる職員室というイメージもありますし音楽教室の、まあ、先生がおっしゃる部屋でしょう、私が部屋に入っていったとき into というのをマーカーで見てください intoこれも前置詞なんですけど、into というのは、外から中へ入るというイメージの前置詞で、中にずっとあるときはいいだけですね。入っていったというイメージです。into は動きがあります。into は動きがあります。ですか?はい、じゃあ、その次行きましょう。もう一回確認ね。私たちの音楽の先生である田中先生は、Mr. Tanaka, our music teacher, was reading the music score. B の宿はサイネージで過去進行形、楽譜を見ていた。まあ、楽譜はただウォッチじゃなくて、read、楽譜読むって言いますからね。はい。で、on his desk, 彼の机で、when I went into the room, 私が部屋に入っていったときということです。はい、I want to know this song title, songs title. 私はこの歌の名前が知りたい。あ、その時あるよね。今でもありますよね。でもだいぶネットで調べたら簡単にわかるようにはなってきてますね。May I sing it here? ここでそれを歌っていいですか?もうどうしても気になってしょうがないんですよね。だから音楽先生に聞きに来たんですね。この曲名知ってますか?教えてください。ね。で、歌ったんですよ。ね。はい。I asked him. Okay, Hiromi.
で、私はその先生に頼んだ。そしたら先生答えました。OK, ヒロミ。I listen, said Mr. Tanaka. ヒロミは歌ってもいいですかって聞いたんですね、先生。そしたら歌っていいよという許可が降りたわけ、出たわけです。はい、私はこの歌のタイトルが知りたいです。ここで歌ってもいいですかと私は先生に尋ねました。いいですよ、ヒロミ。聞きましょう。と、タナカ先生言いました。はい、じゃあ、その下。Sunday, London Daily Air. これが曲名でした、結局。Sunday, ごめんなさい、Sunday じゃない。Since that day. That day はその日なんですね、that day その日。で、since はその日以来、London Daily Air has been one of my favorite songs. 私の大好きな歌の一つになったと。ね。これ、現在完了だから今も好きだということがわかります。その時に、曲名がわかって好きになって、もともと好きだった曲名がわかって、それからはっきりしたわけね。この曲っていう。で、それが私のお気に入りの曲の一つになりました。今もそうですってこと。I learned about the joy of music in the way. はい。私は learned about the joy. Joy of music. 音楽の喜びをね、音楽の喜びについて学んだ。In that way.そのような方法でっていうんですね。in that way のところ。そうやってっていうのは、そのような方法でっていうんです。Now, I can think of a life without music. これはみんなも共通やないと。今、ね。私は音楽、without は何なんなしでっていう意味なんですよ。without、何なんなしで。音楽なしでの生活はということですね。音楽なしでの生活を考えることができません。ね、それをでも本当にそう言えると皆さんは言えるんじゃないですか。ね。はい、そしたらですね、理科をちょびっと黒っていこうかな。とにかく、ここの方はですね、受験の方はですね、アンティープリントをとにかくこう覚える努力をしてみてください。で、それをテストでどう使うかの練習。アンティープリントは基礎知識なんですよね。で、テストと基礎知識の間にギャップがあるんですよ。それをできるだけ埋めていくようにしていきましょう。ここがなかったら全然取れんわけ。基礎知識がなかったら取れると。これをつけていって、あとはテストで練習して、つないでいくという、そういう作業を今してます。いいですね。はい、じゃあ、理科を配ります。理科はちょびっと大きい感じになりました。皆さん、くれぐれも、ファイルをきちんと整理しておいてくださいね。はい。なんか出してと言われたらさっと出るようにしてくださいよ。いいですか？両方受けてる人はね、ファイルをうまく使ってください。めちゃめちゃ並んでてね。さあやっていきましょう。はい、いいですか？いきますよ。ですね、12年と13年を重点的にやりますので、14年は飛ばします。ね。12と13です。さあ、いきましょう。A と B は何段があるかないかを比べるときでした。さあ、何でしょう？葉緑体です。葉緑体。ね。
はい、赤ペンで咲いていってください。まあ、オレンジペンでね、消えるようなやつがいいと思いますけどね。そしたら、A と B、葉緑体があるかないかでした。はい。すいません、B がないんですけど。C ですね。はい、D、C に変えてください。ちょっと疲れがあるっちゅうのは否めないね、これね。ミスが多いね。A と C。ね。今日も皆さん自慢ですけど、12時間授業なの。あ、夜の10時半までですからね。ダハ。頑張るしかない。65歳と思えないね、この重労働というかね。あのね、結構みんなも10時間ぐらい立っちゃってんじゃん。うん、大学生の先輩はちょっとね、何時間か授業してもらったらすぐなんか膝と腰が痛い。立ち慣れてなかったらすぐなるんですよ。あの皆さんバイトでね、例えばファーストフードとか、いらっしゃいませーとかね、いろいろこう言って、はい、何ですかとか言って、作り寄ったりするでしょ。もう家帰ったらむくんでますよ、足とか。すごい痛いですよ。気をつけて。はい、別にみんなは、まあ、立ってるわけないって言われて。次行きまーす。温めたエタノールにつけるのはなぜかというと、葉の色を脱色するためですよね。葉の色を脱色するためでした。エタノールは脱色作用がありますので、脱色するためです。はい、なぜ脱色するんでしたか？要素反応を見やすくするため。そこまでポンって考えたね。見やすくするため。ですね。はい、次です。あ、もうそれはなぜか、ね、それはなぜかのところに、要素反応を見やすくするためと書いてください。要素反応があったらいいね。はい、光合成の仕組みです。光合成の仕組み。原料は水と二酸化炭素です。括弧の中で水と二酸化炭素と書いてください。水と二酸化炭素です。ですね。はい、そしてできた物質はデンプンと酸素です。できた物質、デンプンと酸素です。はい、必要なものは日光。日光。光だけでもいいんですけどね。で、下が葉緑体です。あの矢印が上と下からこうあるでしょ。日光と葉緑体になります。はい、じゃあ、2番いきましょう。鳥類と哺乳類は何動物ですか？なんで、なんで言ったらあなたが言うか、知ったのかわかんない。さっと答えてください。恒温動物。ライオンが変化しない鳥類、哺乳類。哺乳類だけの増え方は何ですか？胎生ですね。増え方は胎生と卵生ですね。はい。母体内である程度こう育ててから産む体制でした。次です。同じ視点、何書いたのこれ。祖先。字汚な。ごめん。同じ祖先から長い時間をかけ、多くの世代を祖先の間に変化することを何と言いますか？進化。ね。進化です。皆さんも進化してますか？はい。哺乳類の進化の順でした。まず魚類。魚類、両生類、爬虫類。そして鳥類と哺乳類が同時って言いましたね。魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類。
はい、じゃあその次、右側行きましょう。右側、火のついた町を近づけると、もっと弟と燃えた。あー、カップが切れてる。もっと音を立てて燃えたというところも赤く見てください。これは何の特徴でしたか？水素。水素です。もっと音を立てて燃えた水素。カップがちょっと切れてるんで上に移動しましょうか。カップをね。水素。次です。火のついた線香を中に入れると炎を上げて燃えた。何ですか？酸素やね、こっちはね。はい、火のついた線香というところも赤で見せてください。ね、線香の炎を上げるって言ったら相当目立つやん。普通空気中で赤くなっちゃうぐらいしかないですね。はい、次、石灰水の中を通すと、これ何日か欠かせようと思ったよ。白く濁るやん。かね、相当前に作ったんで白く濁るにしましょう。それしかないよね。で、横に二酸化炭素と書いてください。横に二酸化炭素、石灰水の中を通すと白く濁ると書いてあったら二酸化炭素の特徴です。その次です。空気中の5分の1の体積を占めるんですね。空気の 80% を占めるのが、そう、窒素。窒素の感じ大丈夫ですか？ですね。ですね。はい、化学式行きましょう。A が酸性やろ？こちら A が水素か。ね。はい。A が H2、B が酸素 O2、二酸化炭素 CO2、窒素が N2 です、N2。N2 です。ですね。はい。では何置換か行きましょう。水素、酸素ほとんど溶けないので、水蒸置換が2個続きます。水蒸置換、水蒸置換。はい、二酸化炭素はどっちでもいいことになってます。水蒸置換か下方置換。二酸化炭素はちょっと重いので水蒸置換か下方置換どちらかです。はい、窒素もほとんど溶けませんから水蒸置換です。次、熱や光を出しながら激しく酸化することを何と言いましたか？燃焼でした。燃焼です。はい。マグネシウムの酸化やね、これね。じゃあ皆さん、マグネシウムの酸化の簡単な式を書いてください。マグネシウムですよ。ちょうどいい時間かもしれない。 2NG プラス O2 が 2MgO です。はい、モデルで書きなさいね。 2Mg プラス O2、2MgO。 はい、今日ラストね、ラスト。こういうことあさっても使うので出してくださいってすぐ出してみてください。Mg 対 O 対 MgO は何対何対何？覚えちゃう？3対？銅の方が4対1対5ですよね。3対2対5。3対2対5です。はい、3対2対5と書いてください。
はい、その次行きましょう。1.20g のマグネシウムが酸化して、1.90g になった。この時、酸化したマグネシウムは何 g ですかというわけですね。まずこの増えた 0.7 は何ですか？当然。くっついてきた？そうそうよね。ちょっと皆さんまたイメージするために、これ付け加えましょう。ね。これが MG でこれが O ですよ。マグネシウムが1.何倍あったんかね？ 1.2 あったんかね？はい、1.20 あったんですよ。それが 1.90 になったんですよね。はい、そしたら、ここって当然 1.9 から1.2を引いたらいいので、0.70 なんですよ。くっついた酸素が、あれ、ここをちょっと強調しとってください。このくっついた酸素が 0.7 ですよというのを強調しとってください。ところで、マグネシウムの一部分が酸化したはずなんですね。マグネシウムの一部が酸化した。全部じゃない。ね、このマグネシウムと酸素は3対2で化合するんですよ。だから、この反応したマグネシウムは何グラムですかっていうのをこれ X にしましょうか。これ X にしましょう。ここは 0.7、これが X。はい、式を作ってください。マグネシウムと酸素で式を作ってください。で、反応した酸素のグラム数を出しましょう。3対2は X 対 0.7 なんてことないです。マグネシウムと酸素が3対2って知ってる人は3対2は X 対 0.7 ですね。あ、こんな風になったね。マジか？マジか？よって酸化してないマグネシウムは何グラムかというと、もともと 1.20 あったんですよ。1.05 が酸化したということですから、答えは 0.15g とかいうふうにして使っていったらいいです。特に過保とか東以上を狙いたい人ね、スーパートキシンとかね、今のこの一番最後の化学反応式の計算のところ、この計算のところをマーカーで枠で囲んでおいてください。MG 対 O 対 MGO が3対2対5という上からです。その上からそれを使った計算式が福都の問題の中では難しいことになっています。ですね、ところ。はい、ここは差をつけたいところですね。差をつけましょう。はい、じゃあ明後日もこれ使いますのでさっと脱量でお願いします。ですかね。はい、皆さんここで一旦ちょっと休憩できるでしょう。まあ俺もさすがに休憩はあるんですけど、5時から10時半続きがあるんですよね。 1,2 年生でも頑張りますからね、皆さんも頑張ってください。はい。残って10時半まで勉強してくれるんですよ。はい、じゃあ、いろいろ宿題とかしてきてほしいことを言ってますので、このクラスは今回は基本的にアンチプリントを勉強してきてください。ですね。まあ、中に書き込んだやつとかを頑張って勉強してきてください。後半戦はね、もっとしていろいろみんなが勉強しやすい資料を使ってやっていきたいと思いますので、絶対点を上げましょう。いいですね。はい、じゃあ終わります。はい。はい。よっしゃ。